こんにちは。シュタインバッハ大学の石川です。対ロシア強硬派のオランダのマルク・ルッテ首相が、NATO ・北大西洋条約機構の次の事務総長に就任する可能性が浮上してきました。今日はこのことについてお話します。NATO のストルテンベルグ事務総長は、NATO ・北大西洋条約機構の次期事務総長として、 オランダのルッテ首相が最も有力な人物として浮上してきていると述べたとウクライナレビューは報じましたロシアもこのニュースに敏感に反応していますロシア国営タス通信はオランダのマルクルッテ首相が NATO の次期事務総長に就任するとオランダの放送局 NOS が報じたと2024年6月19日に伝えました NATO 北大西洋条約機構の次期事務総長候補としては、ルーマニアのクラウス・ヨハニス大統領が自ら手を挙げていましたが、支持票の獲得が見込めないことから立候補を取り下げる予定だと、ロシア国営タス通信は報じました。なお、プーチン大統領が6月14日に停戦条件を改めて提示し、 ウクライナが停戦交渉を我々ロシアと開始するための条件はウクライナ軍がドネツクルガンスク人民共和国ヘルソンザポリージャ地域から完全に撤退しなければならないとプーチンが述べたことに対してこのプーチン大統領からの停戦条件をどう思いますかと記者から聞かれたオランダのマルク・ルッテ首相が。 プーチンはパニックに陥っている。だからグッドニュースだ。と答えたことを前回お伝えいたしましたが、オランダのマルクルッテ首相は歯に衣着せぬ性格で知られています。マルクルッテ首相に限らず、オランダ国民からは西側諸国の中で最も対ロシアで強硬な意見と姿勢が見られます。以前本チャンネルでお伝えしましたように、 ウクライナ軍パイロットはオランダで F16 戦闘機の実戦さながらの高度な飛行訓練を行っており、オランダは F16 戦闘機をウクライナに送る予定です。オランダが対ロシアで強硬な理由を見るには、10年前の事件を見る必要があります。この映像はオランダを走る霊柩車の長い列です。この霊柩車で運ばれているのは、今から10年前、 2014年7月17日にウクライナ上空で撃墜されたオランダからマレーシアへと向かっていたマレーシア航空 MH17 便の乗客だったオランダ人たちのご遺体です2014年7月17日に民間航空機マレーシア航空 MH17 便はウクライナの親ロシア派分離主義者たちが発射した ロシア軍が供与した武区地対空ミサイルによって撃墜されました。この民間航空機には各国の民間人298名が搭乗していましたが、全員死亡しました。搭乗者の国別ではオランダ人が最も多く、オランダ人193名が殺害されたと言われています。マルクルッテ首相をはじめ、 オランダの人々はこの10年前の痛々しい事件を決して忘れてはいません。現職のストルテンベルグ氏は元ノルウェー首相で2014年から NATO の第13代事務総長を務めてきました。ストルテンベルグ事務総長の任期は今年10月1日に終了します。現職のストルテンベルグ事務総長の前には 元デンマーク首相のラスムセン氏が事務総長をしていました。本チャンネルで去年2023年6月にお伝えしましたが、現事務総長のストルテンベルグ氏が、NATO は正式の加盟国にのみ本格的な安全保障を提供すると述べて、NATO はウクライナへの本格的な安全保障を提供はできないと述べたことに対して、 前事務総長のラスムセン氏はストルテンベルグ氏を強烈に批判していましたノルウェー労働党のストルテンベルグ氏はその昔ベトナム戦争に抗議してオスロのイギリス大使館に石を投げたことがある活動家だったことで知られています NATO 北大西洋条約機構の次の新たな事務総長の任命は 今年7月9日から3日間の日程でアメリカ・ワシントン DC で開催される NATO サミットで発表される予定です今日はここまでにします最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録といいねボタンもお願いいたしますそれではまた